お届けしているそんなチャンネルとなっております。よは赤坂駅から歩いてちょっとしたところにありますインドバングラディッシュ料理がいただけるお店となっております。本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン、こちらがショナルカさんのランチのメニュー表。なんかライスが選べるカレーのセットが8種類ワンプレートカレーにもできます。両方食べれるスペシャルプレートはカレーも数種類選べます。本日注文したのがこちらバングラスペシャルカレーを注文。バングラオリジナルスパイスで作るチキンとジャガイモのカレー。バングラの母の味ということでライスはサフランとターメリックのライス。セットなのでサラダもついてチキンティッカは追加注文。それでは本日もいただきます。まずはそのカレーから一口。ジャガイモの柔らかな口当たりで本日もうまし。ジャガイモの口当たりもありつつ大きなチキンが特徴的で、まさかの持ち上げてみるとこのボリューム。ジャガイモもしっかり形が残っており食べ応えこちらも十分で、どちらかというと辛みも抑えつつ初めての方でも食べやすい印象。ライスと一緒に食べてみるとサフラン、ターメリックの香りもそこに加わり、さらに香りが高くなる印象。チキンのお肉も柔らかくフォークやナイフでほろりと取れます。実際ランチメニューにはバングラディッシュ料理の数は少なく、こちらのバングラカレーが唯一名前が載っているものです。バングラ料理を十二分に楽しみたい方はディナー帯に予約し、その旨を伝えると存分に楽しめるそうです。ランチももちろん美味しくいただき完食。本日もごちそうさまでした。やっぱり夜の方がいいかもです。まあ事前に夜の方がいいという情報は聞いてたんですが、まあちょっとランチのお伺いとなってしまいました。ランチもねちょっとランチでしか行けないという方もいらっしゃると思うんで、行ってみたんですが、まあ本当にやっぱりちょっとそのバングラディッシュ料理とかを食べたいっていう方は夜しっかり予約してなんかこういうの食べたいとか言って行くのがいいと思います。ランチなんかでもね電話してこういうの食べたいっていう方も行けると思いますし、なんかちょっとね、途中で食べてる途中で来られたんですが隠れた名店みたいな扱いされてるサラリーマンの方も多くてですね、連れの方と来てた、サラリーマンの方ここみたいな、こう空いてていいんだよつって美味しいカレー食べれるみたいな会話も聞こえてきましたので、他のインド系のカレーも美味しいと認識のあるそんなお店なのかなとも思います。まあジャガイモもしっかり入ってましたし、チキンもゴロンと大きいの入ってて、実際ちょっとチキンティッカいらんかったんちゃうかなというぐらいのボリュームだったんで、まあ美味しくいただけてよかったと思います。がっちりバングラディッシュいただきたい方は夜の方がおすすめかなとも思います。はい、というわけでカレーとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほら皆様また次回バイバイ。